シデロホア、シデロホア、ギリシャ語、鉄運搬体、とは、微生物や、いわゆるストラテジー植物、稲カ植物が分泌する、鉄キレート剤である。知られている中で、FE に対して最も高い親和性を持つ、水溶性化合物の一つである。鉄は、すべての生物において、必須の栄養素である。代謝や DNA 合成に必須であるためである。この元素は、 地球の近くにおいて最も豊富なものの一つであるが、土壌や海洋といった多くの環境での生物学的利用能は限定的である。これは水中での FE イオンの溶解度が低いためによる。この酸化イオンの形態は酸素存在化を含む非酸性の水中で優勢である。また酸化鉄や水酸化鉄といった一般的な鉱物小土壌の赤色や黄色を形成している。 マイナスとして自然界に蓄積されている。しかし、生物は酸化鉄を容易に利用することはできない。微生物や稲化植物は鉄を利用するためにシデロホアを分泌する。この化合物は鉱物症から FEE 削体を取り出し、濃度を輸送により鉄を栄養素として吸収することを可能にする。多くのシデロホアはヒリボソームペプチドであり、いくつかは 独立して生合成される。シデルホアはいくつかの病原微生物にとっても重要である。宿主の哺乳類体内で、鉄はヘモグロビン、トランスフェリン、ラクトフェリン、フェリチンと結合している。細菌体内の鉄分濃度は10モル、L 程度に維持される必要があるため、細菌は外部から鉄を獲得する機構を備えている。例えば、 炭素上の原因菌バシラスアンサレイシスは2種類のシデロホア、バチリバクチン、ベシラバクチンとペトロバクチン、ペトロバクチンを分泌し、鉄タンパク質から二化鉄を吸収している。バチリバクチンは免疫タンパク質、シデロカリンサイディロキャリンとの結合性を示せ。一方、ペトロバクチンは免疫系に捕捉される実験結果は確認されておらず、また、マウスにおいて、 病毒性に重要であることが明らかとなっている。シデロホアの中でも、エンテロバクチン、エンタラバクチンが、最も、FE との結合性が強いとされる。鉄に対する高いキレート作用のため、シデロホアは、鉄中毒やサラセミアといった、人体内の鉄濃度常に対する治療への利用が、研究されている。いわゆる、キレーション療法のための治療薬として期待されている。 すでに、シデロホアの一つであるデフェロキサミン B が実用化されている。いくつかの病原微生物は、シデロホアではなく、ヘムと結合するヘムホアを産生する。また、これらの鉄結合生物質を外部へと分泌せず、細胞膜上で、鉄イオン、または、ヘムタンパク質と結合する需要を持つものも存在する。これらとは別に、真核生物は、鉄獲得の機構を持つ。 すなわち、環境中の pH を低下させる、あるいは、不要性の酸化鉄を二化鉄に還元させる。シデロホアは、通常、六座配位子の小八面体の安定した化合物である。最も強力なシデロホアは、分子一つあたり三つの二座配位子を有しており、六座配位子削体を形成する。この時、別々の配位で、鉄分子を一つだけ綺麗としている時よりも、 エントロピー変化は小さい。シデロホアの包括的なリストは作成されている。シデロホアが反応する鉄は FE であり、FE2 に対する、親和性は低い。微生物は、一般的に、シデロホアと結合している FE3 を FE2、還元することでシデロホアから鉄分を放出させている。シデロホアはその範囲史により分類されている。多数派のグループには、カテコール、フェノラート、 ヒドロキサム酸、カクシカルボン酸、例えばクエン酸誘導体が含まれる。クエン酸はシデロホアとして働くことができる。シデロホアには多くの種類が存在するが、これは微生物間の生存競争にかけて生じた進化圧の結果である。すなわち、各種微生物にとって自身のシデロホアが他の種の輸送体に横取りされることを避け、かつ、 病原微生物の場合は、宿主の免疫系により不活性化されることを防がなければならない。微生物や、菌類のシデロホアを以下に示す。ヒドロキサム酸型シデロホア、ハイドロキシメイトサイドラフォース、カテコール型シデロホア、カッタクレイトサイドラフォース、混合イイコ型。シデロホア酸性の微生物は普通、鉄を十分に摂取しているとき、シデロホアの利用。 シデルホアの構成と細胞外に分泌したものの吸収に関わる遺伝子の発現を抑制している。鉄摂取の十分さは細胞内濃度で認識している。抑制方法は FE 依存性リプレッサーであり、細胞内鉄イオン濃度が十分に高いとき、リプレッサーが当該遺伝子の上流に結合して、その発現を阻害している。環境中の鉄が欠乏すると細胞内の 鉄4濃度が低くなり、FE がリプレッサーから分離し、リプレッサーは DNA から有利する。こうして抑制されていた遺伝子は発現するようになり、鉄の獲得能力は底上げされる。グラム陰性及びゲノム DNA にアデニンとチミンが豊富なグラム4世細菌において、通常、リプレッサーはファー・フェリックアプテイクレギュレーターリプレッサーである。 一方、ゲノム DNA に、グアニンと、シトシンが豊富なグラム陽性細菌、放線菌門、アクティノバクテリアなど、の場合は、DTXR、ジフテリアトキシンレプレッサーである。DTXR の名称は、コリニーバクテリアムリプテリにおいて制御する、遺伝子が、人体に危険なジフテリア毒素、ジフテリアトキシンであるためである。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。